なんだこの謎のカード、え、バグった、バグったヒロサギョー、表よし、相手の敵何だったの、俺もわからない。ヒロサギョー、とりあえず何はともあれ、何はともあれヒロサギョー、トマサギョー、ほう、ソリッドマン召喚してエマジ思考、まあこれはもうエアーマン一択だろう、これでエアーマン召喚してエアーマンの効果でやるのがファイトボーイ、効果発動、カード1枚選択、これで伏せる、でもこれ高校の方が強い気がするな、確かに、確かにこれ高校の方が強い気がする。でもマスクチェンジを引ければの話、マスクチェンジを引ければ高校の方が強い可能性ある。でもマスクチェンジ引けなそうだしな、シャドウミスト3枚にするか、やっぱシャドウミスト3枚なのかな、あ、そっか、普通にシャドウミストサーチでダークロ行けたのかよ最初に。まあ結果論うるせえだなそれは、さすがに、さすがにそれは結果のお店。やりたい放題、やりたい放題やる。もうやりたい放題やる。相手に妨害がないんだから。やりたい放題やります。やりたいことやったもん勝ち。これ何加える？君なら、君なら何を加える？リキッドで、リキッドで融合素材にするか、アダスターにするか、アダスターで、アダスターで融合するか、君ならどうする？君ならどうする？俺なら、俺ならリキッドかな？で、融合発動？リキッド選択、でさらにヒーローとモンスターを一体を特殊召喚する、ソリッドマン以外の墓地のヒーローモンスターを守備表示で特殊召喚する、だぜ、そこが発動、これで引きゃいいな、これで、これで引けばよかろうなのだ、これで引けばよかろうなのだ、これで引けばよかろうなのだ。さあ引いてこない、なんだこの謎のカード、え、バグった、バグった
何これ怖い。怖いよこれ。何これ。何この謎のカード。呪われてんじゃん。さあ、もうこれはこれで俺は大変だ。やれることはやった。やれることはやりました。だから守備表示でいいって言ったじゃん。だから守備表示でいいって言ったじゃん。とカスが、カスどもが。だから守備表示でいいって言ったろ。俺はいつだって守備表示にしてた。でもマラが攻撃表示でいいって言うから、このプレミボーイどもが。なんだこのプレミボーイどもが。ふざけやがってマジで。もうどうすりゃいいんだこっから。おい、こっからどうすりゃいいんだよ。俺はどうすりゃいいんだこれ。おい、もうわかんねえよ。もうわけがわかりません。プレミボーイやばいってこれも。ふざけんなよマジで。クソです、このゲームクソです。ライトニングストームは速攻禁止か制限にしなさい。クソすぎる。相手ニヤニヤしてたのかマジ。それが一番嫌だ。それで相手がニヤニヤしてるってのが一番嫌だ。あ、しかも長そうだこれ。これ長そうだよ。時間も3時43分。もう嫌です。もう問題です。あ、もうエゴさしてます。おもんないのでエゴさしてます。ランク3、あー、トランスコードトーカーです。あー、もうこっから、あー、もうこっからアクセスコードトーカーに持ってきて。もういいよ、もう笑わせよ。もう俺の負けでいいから早く笑わしてよ。もう俺の負けでいいから、もう笑わしてよ。もうやだよ、もうおもんないんじゃい。はい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 、アクセスコードとかね。はい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 。何イグニスト。これは困ったね。さんざんオナに見せつけてくれるじゃん。つまんねえな。お前配信してないんだからさっさと片付けろよ。何神属性って、お前神属性なの。お前は配信してないんだから身の程をわきまえなさい。あなたは配信者じゃないの。あなたは配信者じゃございません。配信者じゃないんだからやめなさいって。見せ場作んだ。お前配信者じゃないんだから見せ場作るな。見せ場作んな、お前は。黙っとれ。あー、もう見せ場作んな、お前は。もうやだ、俺にちょうだい、そのカード俺にちょうだい。なんなんだよ、これもう。俺もうガラキが、もうだから守備表示にしてよかったのに、もう。守備表示にしとけばな。どこかのエアプさんのせいでな、これな、もうな。エアプさん。ほら、もう全部来ちゃったよ。勢ぞろい。オールスターズ。オールスターズだこれもう。はいはい、スプラッシュメイジ。
あーもうどうにもなんねこれ。あーまた出てくるね。何このソリティア。ソリティアおもんねー。うわーソリティアおもんねー。あーなんだこれ、何これ。はーせーん、はーせーん、おっせん、いいカード使うじゃん。